はい、今回はですね、はい、静岡県の伊東市にやってきました。はい、令和第1回目ということですね。はい、今回は家系ラーメン。ちょっとね、うん、この地域に寄ったら1回来たんだけどまた来たいってお店があって、うん、ぜひということで今日は令和一発目で、はい、気合いできました。行きます。おじゃん、吉田屋行ってみましょう。楽しみ。令和初のラーメンはノーマルラーメン。行きましょう。ライス大そして手に乗ります。ご飯のご飯の大盛りやってきました。でもなんかさっき入り口ですれ違った視聴者さんにこの漬物、新粉の上にお醤油ちょっと垂らすとすごくうまい、でご飯にかけるとうまいっていうふうにおっしゃってたんで、ちょっとやってみたいと思います。ラーメン並みの海苔トッピング全マシです。ラーメンの値段は高い。塩味自体も強いからグッときますね。本当にスープ吸ってます。あ、テーブルノート。ちょっと醤油を少し垂らしてみよう。この漬物の塩味自体も強いからグッときますね。
吉田屋さんの特徴、キャベツをね、いきましょう。スープの塩味がずっと増すね、うん、相当濃くて直線的にきます。明るい色どっから冷めてもご飯進みます。海苔を後半まで使わず来てしまいましたけど、行きましょう。よし、シンプルに。ラーメンで最強。海苔でこの強引に麺とライスを掴んで、強いんですけど変な重さがないからもうキレキレって感じですね。はい、食べました。うまかった。
うまかった、またあのね、うん、ここそもそもちょっと入り口入る前に、うん、ちょっと視聴者さんにお会いして、はい、ちょっと食べ方を指南というかアドバイスもらって、うん、ここは特徴で言ったらキャベツとご飯の上に乗ってくる漬物なんですけど、はい、それちょっとお醤油垂らしてみたら美味しいですよと、うん、ちょっと初めからね、うん、なんか幸先いいなと思って気合い入れて食べてきました、はい、でまあ自分ら2人はそれで醤油かけて食べてみました。あ、そうね、うん、美味しかったね。うまかったねあれね、うん、はい、あのとにかくあのキャベツがあのまま乗ってるっていうのはもう初めての経験だから、うん、かなりあの食感パリパリした食感をこう時々挟みながら食べる家系っていうのはね、なかなか面白いなと思いました。あのキャベツが、うん、なんかめちゃくちゃ存在感、うん、すごかった、うん、俺ね実を言うと、うん、ほうれん草多めにしたんですよ、うんうんうん、でもキャベツ多めにした方が良かったかなと思ったぐらい。あ、確かに確かにうまいよね、うん、結構強めのスープでしょ、強い、うん、であれとこうキャベツがねベストマッチングでしたね。たまにこうキャベツを食べて、うん、口の中が爽やかになるよね。わかる、わかるわかる。でまたさらにこうスープが進むみたいな感じで、うん、でちょっと最後ねスープの熱でこうしなっとしたキャベツなんかも美味しかったりして、うん、味の変化楽しめましたよ。一気食いでしたね自分は早かったよね今日は特に早かったです。はい、ということでここからはね家系ハンターまこさん。はい、あのここは実は去年の年末に来て以来の、再来訪だったんですけど、あのねあの時に記憶に残ってた鋭さっていうのがやっぱ今日も健在でした。なんかねスープのね深さっていうよりはこう本当に切れ味で勝負してくるような塩味ですかねをスープから感じ、それを、ね、よく吸ったスープとさらにあごめんなさいよく吸った麺とさらにおしんこにもねちゃんと味がついてるので、もうどの角度からも攻撃されまくってご飯が進んでしょうがなかったですね。美味しい一杯、やっぱねここはまた来てよかったなと思った一杯でした。はい、はい、ということで、はい、ここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。